こんばんは、しょべらです。ですね、月曜の、今午前0時を回ったところです。村子フォロワー100万記念、これが、今前半から後半に切り替わりました。同時にセイントセイヤコラボが終わり、パズバとコラボガチャが始まりましたが、今回引くのは、友情ガチャです。友情ガチャ50回引いていこうと思います。で、100万記念の前半が、キングメタルシリーズが友情ガチャから出るという感じだったんですけど、あんまりそれはちょっと必要なかったので、ちょうど50回貯める感じで、少しだけ引いていった感じでした。まあ、キングメタルはそれなりにでも出てましたね。で、後半になってですね、ラインナップが変わって、進化素材になりました。で、今回から、精霊の宝玉も出るということで、まあ、50回引いて出るかはちょっとわかりません。なんかかなり低確率だという噂を聞いてますので、まあ私はその今アテナも究極になりましたし、まあ、ベルゼブブとかファガンを持ってるわけではないので、宝玉は一応求めてはいないので、いわゆるまあ物力センサーは発動してませんので、まあ出たら出たでまあいいでしょうという感じですね。それでですね、昨日のですね、イザナミで、カリンの宝玉も取ってしまったので、新しく、持ってなくて演出が出るのは、火の宝玉と、あとなんだ、闇ですね。闇の宝玉が、演出付きで出るという感じになります。その2つ以外は、演出が入りません。では、参りましょう。まあ、結構、相当宝玉が確率が低いらしいです。さあ、まず1回目。金がなしということで、これはちょっと、お寒いスタートですね。光の万人が出ました。さあ、2回目いきます。お、プラス。あれ？金が出ないな。まあ、プラス2個は結構、個人的には悪くないですけど。ちょっと金が出ないと、あまり面白くないですね。3回目いきます。2回目に金が出ないとでもちょっと珍しいな。1、2、3。あ、ようやくまともにちょっと出だしたぞ。玉ドラ。悪くないな。虹番？ああ、火のかな。まあ、ここまではでも、そんなにいい出ではないですね。4回目いきます。2個ですね。ん？あーっと、これミスリットですか。ん？これは最近出るようになったやつなのかな？イエローフェアリー。ちょっとわからない。もともと出やすかった、出てるのかもしれませんね。で、なんだろう。あ、闇のパリットですね。そして最後10回いきます。ちょっとひどい出ですね、ここまでは。今回はどうなんでしょうか。宝玉が出るからといって、あんま引かない方がいいのかもしれませんね。まあ、私は運が悪いだけかもしれません。さあ、最後、金が1個しかありませんよ。あー、神秘の仮面。今回の50回はかなり不作だったと言えるんじゃないでしょうか。はい、ちょっとモンスターボックス見てみましょうか。そうですね。まともに良かったのは玉村ぐらいなもので、もうあとプラスがちょろちょろ出た感じですね。はい。というわけで、精霊の曲は出ませんでした。そして素材も出てませんね。デビリットとか黄金の番人クラスも出てませんので、かなり、サクな50回ということになりました。で、そうですね。まあ、この後、フォロワー100万記念の後半、の間にまた50回ぐらい溜まる可能性はあるんで、また溜まったら引いてみようと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。